兄貴まで俺らの心中に付き合う必要はねえ。お前が死んだらハルトはどうなる。もう誰にも狙われなくなりますよ。俺もローも死ねば最妖怪の跡目は真っさらに仕切り直しです。他になりたい奴らが殺し合いでも何でもして勝手に新しい跡目決めるでしょう。そんなこと聞いてんじゃねえ。ハルト、父親のいねえ子供にする気かって聞いてんだ。これが俺の最後の頼みです、兄貴。ハルトとハルカちゃんは兄貴に頼めませんか。だって俺みてえなガキよりあの二人もその方がずっと。聞いた風なことを言うんじゃねえ。お前を死なすわけにはいかねえ。全員でここを出る。余計なことしねえでくれよ兄貴。ハルトのためにはこうするしかねえんだ。なら俺は力ずくでもお前をここから連れ出すだけだ。どうしても邪魔するってんなら俺もあんたを追い出すしかねえ。力ずくでもです。俺はここを死に場所と決めたんですよ。男が腹くくって考えに考えて覚悟して今ここにいるんだ。たとえ兄貴にだってそれを止めるなんてできるもんじゃねえ。命の価値を自分勝手に決めてんじゃねえ。一発の口を聞くな。言うて！でいや！うわ！全部！うん！ふっ！うわ！と！うわ！うん！せい！うん！Hmph! Hmph! 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 Hmph!
皮肉だな。最妖怪の血の掟きてが息子を私への最悪の資格へと変えてしまった。ふざけたことを言うな。あんたがこいつをどの面下げて息子と呼べる。その通りだな。我々最妖怪は血の結束を過信して結局全てを失ってしまったようだ。私が赤ん坊に殺意を持ったとお前が知った時に全ては終わっていた。お前はたとえ殺されても最妖怪を継がんだろう。ならもうハルトには手を出さねえか。あいつを二度と狙わねえのか。ああ、最妖怪の総帥として約束する。赤ん坊にもお前にも我々が手出しすることは二度とない。だが一つだけ言っておく。ユータを私と差し違えるように仕向けたのは私を殺そうとするある男の意志だ。な、何の話だ。その男の目的は尾道の秘密を守ることにある。私は尾道の秘密を暴けるただ一人の生き残りなんでな。何。そのある男は陽明連合会のクルスに命じられ、古くから秘密を守るための殺し屋として多くの人間を手にかけてきた。そして今我々最妖怪の血の掟きてを逆手に取り、ユータが私に殺意を持つようそそのかした。どうだ、心当たりの人物が思い浮かばないか。まさかそのある男ってのは。ヒロさん、おやっさん。そうだ。バカな。それじゃああの親分がユータを道具に使ったってのか。あれはアジア街を手にした私が息子のジミー・ローを殺された後のことだ。クルスは尾道の秘密を知る私に日本を撤退するよう迫ってきた。その使いで私の前に現れたのがあの広瀬という